排水側の のり面ですね、除草剤散布します。で排水側ののり面なのであまりねがっつり除草してしまいますとね、のり面に崩れてしまいますので、簡単にね、刃先先端が枯れる程度にしたいと思います。今回はペリグロックスです。はい、除草剤散布終了です。で奥にね、道路から田んぼへ入るための橋がねかかってるんですが、そこの木はもね、草刈り機で刈りますとコンクリートにね当たってしまいますので、橋の木はもうちょっと丁寧にね、除草剤を散布してきました。以上です。